まさに6ポインター、勝てば6ポイント獲得に匹敵する重みのあるゲームです。1位のサンフレッチェ広島と2位の川崎フロンターレの一戦。まあ、今日の気温、そしてこの感じ、まあ、選手として見ればいいパフォーマンスが発揮できそうです。広島のそれではスターティングメンバー、キーパーの林、ディフェンスは4枚です。和田、野上、千葉、佐々木です。それから柏、柴崎の両アウトサイド、ボランチに稲垣、青山、前には今日パトリックのパートナーは渡りを持ってきました。さあ、それでは川崎フロンターレ、こちらは全く前節と同じメンバー、そして同じ並び、ゴールキーパーのチョンソンリョン以下、右の FC の谷口、車屋、左の森里、ボランチには大島と森田、そして2列目には右に家永、中に中村、左に阿部というスタート時、前に小林優を持ってきます。現在9ゴール。スルーパス通りました、パトリック、そのままシュート、うーっとオフサイド、旗上がっています。半身でもらってフィニッシュ、ネット揺らしましたが、その前にオフサイド。今ポゼッションは 68% でフロンターレと出ていました。ヘディング、どうだ、ないか、わずかながら左、流れながらのジャンピング。チャンス来たか、うー、ナイスキーパー、そしてクリア。渡りにしてみれば目の前にゴールがありました。浮かせたボール、チョンソンリョンが触り、そしてディフェンスがこれをカバー。ボックスの中に侵入する突破っていうのがまだたくさんないんでね、今日は。はい、中村健吾、ヘディング、ダーッとバー、もう一回、その前に笛が鳴りました。いやー、ヘディングシュートはまずクロスバーが阻みました。柏単独では無理、青山、柏、このコンビネーション、さあ面白いぞ。右から一度切り返して、浮いて左足のボールをヘディング、きたー、パトリック、17ゴール目、貴重な先制弾、来ました、来ました、パトリック、やっぱ強いですね。フルス相手に先制点、まあ、ボールも良かったですよね、はい、うん、やっぱりちょっと切り返してからやっぱゴールに向かうボールなんですけど、前回対戦の5節同様にパトリックが点を取って1対0。まあ、これ掛本さん、はい、今日タクシーで乗ってきた時にね、はい、運転手さんが野球もサッカーも今広島だねって喜んでましたよ。そうですね、チャンス来た、今度は同点弾は小林、1対1、63分、完璧に割れましたね。完璧でしたね。これが結局フロンターレ一つ入れば、さあどうなっていく。まあ、ラインがちょっと揃わないところで深みできたって、そこはまずうまく使いましたよね、FC のが、はい、で広島のディフェンダーも勇気持って足、頭出してるし、はい、いいんじゃないですかね。いや、抜けた抜けた、おいと言えながら右足、ハンドは、ハンドは、うん、取ったか、取りましたね、ハンドを取りました、 PK。今家永が入ったことでディフェンダーがちょっと遅れて対応で、その時にちょっと滑って手に当てた。キーパー林、キャッと決めた、小林決めて1対2。強く蹴ったのが良かったですね。林は触りましたからね、ちょっと音聞こえましたもんね、もう一回チャンスになりそうだ広島。さあ足元へ、そしてターンして入れた、このボールだ、どうだ、わずかに左、ん、引っ張ったというアピール。改めてこれグラウンダーのボールできて、このボールに、あー、どうかな、パトリック引っ張られてるようにも見える、しかし取りませんでした。
あ、引っ張ってないかですね。あんまりユニフォームが動いてはいないですね。ないですね。ここからその長めのボールをどう入れる。あ、タイムアップ。首位攻防戦、勝ったのは2位のフロンターレ。1試合少ない中での勝ち点差を6に縮めました。